皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家のファミ通紹介をしていきたいと思います。素材を投入してまっすぐつなげるリンケージ調合、素材を組み合わせて新しいアイテムを作り出す調合はアトリエシリーズの醍醐味です。リンケージ調合と名付けられたシステムが新登場して、アイテムにはいくつもの枠がつながった設計図が用意されていて、マスの中に素材を投入していくことでアイテムが完成します。視覚的に分かりやすく、お任せ料理材料投入機能もあるので初心者でも扱いやすいです。同じアイテムでも解放したマスによって効果が変わります。山砕き、大地の揺れ、中の効果の持つアイテムが完成することもあります。アイテムリビルドで作り込むこともできます。材料投入回数には制限がありますが、アイテムリビルドを利用すれば全マス解放も夢ではありません。リビルドではジェムを消費することで一度作ったアイテムをさらに作り込めます。しかし作り込むほどにそのアイテムを戦闘で使うために必要な器用さの値は高くなります。威力を取るか、それとも使いやすさを取るか。キロシャイナス、キャラクターボイスは三上しおりさんです。不思議な衣装をまとった精霊使いで、大切なものを守るために戦っています。どことなくリラと雰囲気が似ているようですが、人と会う機会が少ないというロキはライザとの交流を楽しみ、門まで送ると申し出ます。そしてアガーテ・ハーマン、キャラクターボイスは朝野真澄さんです。ライザが暮らすラーゼンボーデン村を守る守り手のリーダーで、強くそして公正な彼女を村民は慕っています。ライザたちのことを悪ガキと言いながらも成長する様を温かく見守ってくれます。そうですね、全国各地の錬金術師とつながる採取地共有システム、リンケージ調合同様、本作で初登場となる採出地調合、これが採出地を自分の手で生み出せるシステムであることは以前紹介しましたが、その採出地を他のプレイヤーと共有できることが判明しました。調合した採出地はボトルの形になって、それぞれにパスワードが設定されています。そのパスワードをシェアすれば他のプレイヤーも採出地を調合できます。ボトル情報を見ると、その採出地で主に採出取れる素材や出現モンスター4桁のパスワードが分かります。採出地調合に関するライザの知識レベルが足りていれば、受け取ったパスワードを入力することで採出地を生成可能です。そして貴重な素材から手に入る採出地を生み出せたら、みんなに共有して錬金術ライフを充実させましょう。まあそんな感じで、今回はこの辺で、ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。